練習は楽しくなくてもいいっていうか、はい、それが練習だっていう、試合で楽しむための練習っていう感じで、その練習で100球続けて打ったら1球ぐらいは必ずいい球出るじゃないですか、はい、それを試合で打ちに行こうとしてないっていうのがまあ僕は一つありますね、はい、試合では100球打ったらその100球の球どれが出ても当然おかしくない、はい、さっきの37ヤード の、うん、あの話で言うと、はい、あれもだからそのまあ打ち方とやっぱその道具の関係性やっぱあるんですよ、うん、58度だけじゃなくて俺の打ち方でっていう、いや打ち方じゃない、あれ60度のローバウンスで、はい、とある打ち方をした場合、うん、あのシチュエーションにおける寄る確率っていうのはめちゃめちゃ上がるよねっていうのを僕の中で方程式があるんですよ、なるほど、はい。